はい、企業家のチャンネル税理士の諸田彩です。今回はこちらの新NISAは何が変わる、デメリットは併用は可能などね、新NISAのことについてね、話をしていきたいと思います。はい、こちらですね、まず新NISAいつから始まるかっていうことなんですけれども、これが2024年の1月1日からっていうことなんですね。で、このNISA制度ですね、ちょっと簡単にね振り返りたいと思うんですけれども、まず証券会社で株式とか買うために口座を作る場合ですね、これ通常の口座がまず一つ作られるわけなんですけれども、ここにですね追加でNISA口座っていうのを作ることができるんですね。で、これについては、まあ、イメージ的には、例えば、まあ、銀行の口座ですよね。一つの支店で口座作りますよと。で、そこにもう一つ同じ支店で口座を作るようなイメージですね。区分が違うだけで、基本的にこう、売り買いするようなことは同じ。ただ、まあ、NISA口座なんで、特別な利益に対して課税されないっていうのがあるんですけれども、そういった形で、まあ、二つ作るようなイメージですね。はい。で、こちらがですね、株式や投資信託、購入した場合ですね。で、それを売却した時には、利益とか配当金に対して、まあ通常はね、約 20% の税金がかかってくるわけなんですけれども、こちらがNISA口座であればですね、NISA口座で買った株式や投資信託について、売却した利益とか配当金に対して税金がかからないっていうことになりますんで、基本的には、まあ、NISA 口座使える分についてはね、NISA 口座を使った方が節税になるということになってくるので、有利にはなってくるんですね。で、あとでね、唯一のデメリットっていうのもあるんで、そちらについては話していくんですけども、基本的には NISA 口座が有利ですよっていうところですね。はい。で、今までの NISA と、この2024年以降の新NISA ですね、何が違うかっていうところなんですけれども、かなりねこう枠が広がって、さらに使いやすくなったっていうところなんですけれども、今まではこう積み立てNISAとNISAっていう形でどちらか選択する形だったんですね。で、まあ今もねちょっと区分はあるんですけども、新NISAっていう形でね、大きな一つの区分になっていると。で、まあ対象年齢18歳以上変わらないんですけども、年間支払い上限が、積み立てNISAは40万円の20年間っていう形で、かけるとね、800万までいけた分になるんですけれども、で、NISAについてはね、年間120万円の5年間で600万っていう形ですね。で、これに対して、新NISAの方は、年間360万までいけるんですね。で、これが期間については無制限っていうことになってまして、ただ累計の方ですね、これも上がって1800万ということになってます。で、もう一つの大きな特徴が、枠の再利用可能ってね、ここ米印書いてるんですけども、ここがね、例えば500万まで購入しましたと。で、これを売却すれば、その500万の累計の枠がさらに空くっていう形になるんですね。500万購入して売りました。そうすると、一旦リセットされるんで、1800万の枠が丸々残るっていうイメージですね。ここがね、すごく大きな違い。まあ、もちろん枠とかも全然違うんですけども、さらにこの枠の再利用可能っていうのは大きいですよね。っていうところで、もうかなり拡張された制度というところですね。で、この新NISAの中にもね、ちょっと細かい区分があるので、それを見ると、こう積み立て投資枠と成長投資枠っていうのがあってですね、まあこれ併用はできるんですけれども、対象年齢18歳以上。で、年間支払い上限が積み立て投資枠、これ積み立てNISAみたいなイメージですね。毎月積み立てていって投資していくと。で、これについては年間120万円ということなので、今までね、積み立てNISAでいくと40万出したので、それに対して120万ってね、月額10万円なのでかなり大きな金額ですよね。そこまでいけると。で、成長投資枠が、まあ、今までの普通のNISAっていうイメージですけども、通常の株式の売買とか投資信託の売買するようなんですね。これについては年間240万まで OK ですよと。はい。で、これら合わせてですね、非課税の保有限度が累計1800万までいけます。ただし、成長投資枠については1200万までですよというところですね。はい。で、先ほど言った枠の再利用については両方ね、使えるんですよっていうところですね。まあ、一旦購入して売却すれば、さらに枠が戻ってくるというところですね。で、運用期間がこれ無制限になってますんで、その期間の定めがないというところですね。はい。で、NISA とかね、新NISAのデメリットですね。これ今唯一と言ってもいいかなと思うんですけども、こういったデメリットがあるっていうのをね、把握しておいてほしいなっていうところで、こっちですね、損益通算がね、できないんですよね。これどういうことかというと、例えば通常の口座、まあ、NISA じゃない口座ですね。で、ここでね、
A 社の株式を売却しました。1つの株式を売却して30万の利益が出たという場合ですね。30万の、ね、利益であればね、通常であれば約 20% の税金なので、30万の約 20% で、まあ、6万ぐらいの税金がかかってくるわけなんですけども、ここに対して他の取引があった場合ですね、例えば同じ通常の口座で B 社株式を売却した、でこの時に B 社株式については20万円の損失が出たという場合ですね。30万の利益と20万の損失が出た時ですね、これについては損益通算ができますので、30万引く20万は10万円の利益と、でここに対して税金がかかってくる、約 20% の税金がかかってくるというところですね。でこれに対してNISA口座で B 社株式を売却して20万円の損失が出た場合、こちらについてはね、通常の口座で A 社株式を売却して30万円の利益が出て、で NISA 口座で B 社株式を売却したと、でそこで20万の損失が出たというときですね。でこの時についてはこの NISA で売った B 社株式20万円の損失っていうのはね、損益通算ができないんですよね。なので A 社株式の30万の利益が丸々残ってくる、そうすると30万に対してね、税金かかってくるっていうところになってくるんで、まあ、損が出た時にはNISA口座っていうのはね、ちょっと不利になってくるというところなんですね。まあ、ここら辺もね、そのNISAの枠が広がったんで、NISA口座だけで取引をする人も多くなるかなっていうところになってきますんでね、まあ、デメリットと言ってもね、そんなにこう気にしなくてもいい部分かなとは思うんですけども、まあ、こういったところもあるというところですね。はい。であとね、新NISAの疑問点とかね、見ときたいと思います。こちらについて、NISA 口座を持っている人、すでに持っている人は一応ね、同じ金融機関で新NISA 口座っていうのがね、設定される予定になっています。はい。で、あとですね、現状のNISAの商品、NISAを使っている人についてはね、新NISAにそのまま移管するっていうことはできないわけですね。もともとの制度が違うので、あくまで別区分になってきます。なので新NISAの方でね、同じ商品が設定されれば、同じ商品をね、新NISAとして買うことはできますけれども、それをね、移すっていうことじゃなくてね、別で買うことができると。で今NISA口座持ってない人については、新NISAは2024年からですけども、今すぐね、その旧のNISA口座を作っておけば、そこは別区分になってくるんでね、新NISAの枠以外の枠としてね、数ヶ月、まあ半年ぐらいですかね、になりますけれども、その区分としてね、持つことを今からね、持って買うことはできると。でその非課税期間とかもね、旧の方で使うことは可能ですよっていうところですね。なので特別新NISAを待つ必要は特にないというところですね。またなければ枠はちょっと広がるっていうところになってきます。はいですね。最後ね、もう一回ちょっと比較見ときたいと思うんですけども、新NISAについてはね、かなり枠が広がりましたよと。で年間支払い上限360万、累計1800万、枠の再利用可能、さらに運用期間が無制限ということでね、まあ、長期的にこうね、NISA制度っていうのをね、使いやすい、さらに使いやすい制度になったかなというところになってきますんで、まあ、老後のね、人生設計とかについても、このNISA制度っていうのはね、さらにね、使いやすい制度になったかなと思います。はい。今回ね、こちらのね、旧のNISA制度と真のNISA制度の違いっていうところをね、解説させていただきました。このチャンネルではね、こういったお金に関する情報とかね、節税に関する情報をね、なるべく分かりやすく簡潔にお伝えしてますので、ぜひチャンネル登録の押していただいて、情報を取るようにしてもらえたらと思います。それではどうも、ありがとうございました。